は包丁でーす。こいつも、これは銀さん。裏押し作ってないですね、これ。裏押し作らんとあげません。ちゃんと銀さんなんでですね、銀さんはステンレス系なんですけれども、ステンレス系で非鍛造のものもありますけども、こういう和包丁系は、ちゃんと鍛造してあるので、多分裏押しと裏すきはあって、裏押しがちゃんと作れると思います。期待してます。よろしくね。新品の包丁を買った時にはですね、1000番ぐらいのですね、砥石で裏押しを作ります。裏押しが切れた時、裏切れした時に裏押しを作る時も1000番ぐらいの、平面精度のいい、砥石で裏押しを作ります。で、普段帰りを取る時は2000番とか4000番とか8000番みたいな、もっと細かい砥石で取ります。ちょっとこうたわんでますね。はい、こんなもんですね。裏押しが作れました。はい、切り貼っといていきます。で、切り刃は前にもこれはいろいろくどくど説明した動画を作ったんですけれども、真っ平らじゃないです。なんかね、こんな感じでねじれてるんで、問題はこの破線際のところが平らであればいいんでですね、まあ僕の場合はこっから研いでいってですね、ここの角度が大きいんですよ。で、こっちの角度が浅いんですけれども、こっちの角度に合わせてですね、こんな感じでこの辺当てていくっていう感じで、あとちょっとこの辺は最後の方にごまかしますけど、最後の方にっていうかね、先から当てていくっていう人もいますけど、僕はこっちから、こっち基準にして当ててます。で、当てたいのはこのね、鋼の端境線から向こう側の鋼の面、ここを平らにしてあげればそれで足ります。当たってる感じわかるかな。で、薄刃はですね、かつらを向きをするので、この破線をですね、なるべく正確なまっすぐ直線にしておきたい。これが曲がってるとですね、破線がこうたわんじゃうとですね、かつら向きむっちゃやりにくいというか、できない。カンナとかのみとかの、直線の出し方っていうのは、ここの切り刃の面を真っ平らにする、そして裏押しをして裏面も真っ平らにする、平面と平面のタンジェント、平面と平面の接線は、直線になりますんでですね、それで直線を作るという、それがまあ基本的な考え方、やり方なんですが、ですね、和包丁というのは平らに見えて、実はそこまで正確な平らじゃないんでですね、あまりこうその四角四面にやろうとするとですね、微妙に歪んじゃう、完全な真っ平らにできないからということがありますもので、ある程度薄くなったなっていう風になったらですね、最後ちょっとだけ小刃つけて
それで帳尻合わせることもあります。映るかな、この当たってるところ見えるでしょうか。これが平面の実装です。あと全部へこんでる、平面に当たりません。まだ当たりムラができますね。あら、取り戻します。これでどうすか。ちょっとコバ入ってるけどね。これでまあ面が当たるようにはなりました。裏押しもできました。で、あとのですね、この辺ですね、このエリアはまあここ当ててる、今刃先が当たらないように注意をしながら、切り刃の面を当てております。こんな感じ。なるべく今は刃が当たらないようにして、刃線ね、ここのところが当たらないようにして、このしのぎの方に傾くように研いでいます。で、こんな感じになる。ここはどうしても、攻めると刃先まで当たっちゃうんで、あまり攻めていません。ここね、さっき当てると歪んじゃうんで、今400番、同じように1000番、これでごまかします。ごまかしますって言ったらあかんな、見栄えを整えます。こんな感じ。それでは刃線側を当てていきます。ちょっとだけコバつけました。はい、こんな感じで終了です。こんな感じで終了です。刃座回線とか綺麗にならないのはもうあのへこんじゃってるんで、この辺が、仕方がない。もっとね、あの研ぎ込んで、しのぎが交代していったら、だんだん綺麗に当たるようになってくるとは思います。今はちょっとこの辺ベコーンとへこんでるっていう状態なので仕方がない。で、この刃線際の方のライン、これが面になってるんで、この面を
砥石に当てて研いでいくというような螺旋際のこの当たってるラインね。このラインが面です。これは刃境線じゃなくて砥石が当たってる面です。ここを砥石にペタッと当てて研いでいってあげてください。以上、こんな感じに仕上がりました。こんな当たり方です。おしまい。